こんにちは、ポンコです。はい、今日はポンコのルーティンをやっていきたいと思います。まあ大体のルーティンって寝るところから始まるんだよねで、この寝る時のシーンっていうのは大体起きてカメラセッティングしてもう一回ベッドに入るっていうそれですね。ポンコさん今寝ております。で、大体なんかね、ルーティンの動画見るとセミダブル使ってる人が多いよね。私もセミダブルです。で、こう大体こう起きてむにゃむにゃするんですよ。絶対むにゃむにゃしてないのに。で、起きまして。そう。あとね、今回ね、新しいね、お家に来たんですけど、ここのベッドの上にライトがついてるんです。まあ、結構最近の人ね、ライトをつけてる人が多いような気がするので、つけてみました。トイレどこなんだ？で、なんかルーティンっていうのはね、みんなトイレのシーンってないよね。普通朝起きたらトイレするはずなんだけど、まあまあトイレする人が少なくて。なので今日はポンコはね、トイレシーンも公開していきたいと思います。トイレ中です。ここ大事だよね、ルーティンってね。みんな省くんだよ、トイレシーンなんか知らないけど。で、ここでね、ここで私はいつもルーティンをやってる時にいつも思うんです。なんで朝ごはん自分で作ってるのって、ね、不思議でたまりません、私は。なので、ここに、今日はね、ちょっとおしゃれにやっていくんで。あー、マクドーチ弁当が外に行っちゃった。ちょっと、どうすればいいのこれ。マクドーチ弁当どこ行ったの、私の朝ごはん。外に行っちゃったんだけど。え、犬私。あれ、どこ行っちゃったの、うちの幕の内弁当。やばい、場所がわかんない、ここの家。あれ、幕の内弁当消えちゃった。出てきた。おお、そう、前、入ってった幕の内弁当。来た幕の内弁当。これをキッチンに置きたいんだ、私は。はい、こうやって私はね、毎日幕の内弁当を砕いて食べております。これはまだ朝ごはんをね、作っているって感じなんですけども、これが私の毎日のルーティンです。いただきまーす。すごいな、幕の内弁当を食べましたら早速ね、お着替えタイムに行きたいと思います。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってください。ある事件に気づきました。私、ここの家じゃ着替えられないんだよ。すいませんね、本当に。まあ、ここが私の実家なんですけど、ちょっとダメだね。こっちに行かないと着替えられないことに気づいた。よし、着替えました。で、こうね、ルーティンあるあるね。服着替えたら、もう大体、鏡の前に立って、服装を取るんです。これ結構あるある。じゃあ、そしたらちょっと早速ね、猫のお散歩をしていきたいと思います。猫のお散歩。じゃあ行こう。よし。行くよ。ダメだ、なんかこれ進まなそう、この猫。1時間かかっちゃうね、多分ね、この散歩。おかしいなぁ。なんだろう、この猫。具合でも悪いのかなぁ。ね、足遅いよね、この猫ね。これ多分ね、ここ一周なんだけど、いつも散歩してんの。1時間かかるよね、多分今日ね。こんな遅くないんです、普段。今日ちょっと調子が悪いみたいで。こうやって行くしかない。こうやってもう行くしかないよね、そしたらね。こうやってね、いつもね、レストランの前を通って、ごめん、毎日このようにお散歩をしております。ただ今回手つないで猫とお散歩するのは初めてですね。はい、到着しました。で、ちょっと今日はね、猫と今日はね、ある場所に行こうと思うので、それで、バス停の前にね、行きたいと思います、バス停。そう、最近桜町にね、バス停できたので、そこでバスを待ち、猫ちゃんと、ある場所に今日は遊びに行きたいと思います。あ、もうバス来てる！バス来てる。あよ、パカイ、マーケット。うわー、すごーい！すごくない？ほら、バス。ちょっとなんかクレヨンしんちゃんのチョコビみたいな、あれ、バスだね。じゃ行きましょうかね、にゃんにゃんちゃん。え？おせち？そっか、2階もあんだもんね。そうだ。うわー、すごーい。じゃ一番前に座ろっか。
にゃんにゃん。そう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 。え、ちょっと待って、普通にこれすごい。ちょっと待って、ポンタに変えるね。そうだ、ポンタまだヒカキンさんのままだった。ちょっと待って、すっかり忘れてた。ヒカキンさんだったまだ。ちょっとね、顔も変えちゃったんだよね。だからちょっと今日、ポンタっぽくないけど許して。いや、誰こいつ、ポンタじゃないでしょ、絶対。知らないよ、この人。うわー、すごーい。乗ってる、ポンコ。早速ね、目的地場所に行きたいと思いまーす。はい、ということで、バスで到着しました。まあ、到着って言ってもまだあれなんだけど、バイクが手に入ったので、ちょっとバイクで、こっから目的地までに行きたいと思います。うわあ、すいません。届いてないのこれ。あ、やばい。当たると思わなかった私。あらら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 。え、これさ、ちょっとさ、一回バイクで戦っていい？え、これ意外とバイクの方が強いかもよ。私のルーティン最近これなんですよね。悪者を退治するっていう。なんか盛り上がってんだけど今日。ちょっと待って、なんでなんか勝手にあっちで。ああ、違う、この子供って倒せなかったよね、そういえばね。じゃあ子供じゃないのか、おっさんなんだよこれ。え、やだ、なんか怖い。おー、すごい。そっか、このバイクって人がいるところを狙ってくれるんだ。どうしよう、私のバイクが。いけ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 。あ、待って待って、燃える燃える、これ私燃えちゃう。警察オフ。ああ、やだ、もう。え、また私やられちゃったの。うわー、マジか、何やってんだよあんたら。マジでどっちも無敵なんだから終わるわけがないよね、この子たちね。終わるわけがないのよ、ここの戦いは絶対に。この子たちはバカなのかな。ちょ、先生たち大変なんだけど、これちょっと待ってくださいね。わー、先生が。まあ、とりあえずね、あの人たちはさておいて、私は今日ね、花を、あ、違う違う。私は今日はケーキをね、買いに来たので、ちょっとケーキを買いたいと思います。チョコケーキで。そう、今日はね、とりあえずこんな大事になると思わなかった、戦いが。あと、花をね、ちょっと。花を買いに、ピンクの花束でお願いします。え、これさ、どうなんの？花束買ったら。わー、これ回収して、あ、びっくりした、警察かと思った。あ、ということで皆さん、ちょっと先ほどね、ポンコちゃんパトカーにひかれお亡くなりになってしまったので、今からちょっとポンタね、あのお花を置いていきたいと思います。いやね、あれから1週間経ちましたので、あれです、幼稚園はすごくね、平和に収まりました。このようにポンコくんのところに行きたいと思います。お花を買ったんでね、2個、うん、2束、あそこですね、事故ったところ、そのままです。ポンコちゃんそのまま置かれております。あー、なんとかわいそうに、ここにね、お花を置きまして、
にもお花を置きまして、危ないな危ない、ポンタン今引かれるとこだった完全に。ちょ行ってみようかな僕も。おー、ポンコちゃん、花もう一個どこ行った？あー花転がってっちゃった。はい、ということでね、ポンコのルーティンはこんな感じです。まあでも大丈夫、ポンコ明日になればまた生き返ってくるから。だからなんかルーティンっぽくてルーティンっぽくないルーティンでした。ぜひね、またなんかリクエストがありましたら教えてください。ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぽん。